僕はですね、今アメリカにおりまして、まあ、試写会とかですね、ちょっとした映画祭の、に出席させてもらっているんですね。で、出席するとですね、まあ、スピーチとかを、まあ、頼まれるんですけれども、せっかくだったらね、スピーチとかは英語で行きたいじゃないですか。で、今日は実は本編の方でもその辺の話をしようかなと思うんですけども、もしね、皆さんがね、英語でスピーチする機会があったら、意外とこの手使えますよっていう 現場で覚えた僕の技をちょっと共有したいと思うんですけれども、ちょっとクスっていうの欲しいじゃないですか。なんか、前向きに、頑張ってますよっていう話をしつつ、クスっていうのも欲しいじゃないですか。で、これ結構使えますよって、こういう英文丸暗記していただきたいんですけども、Thank you very much for coming here today. 今日はお忙しい中来てくださって本当にありがとうございます、みたいな言って、まあ、It's so nice to meet you all. まあ、皆さんに会えて光栄です。で、僕の場合だったらね、Let me tell you a little bit about the message I put in this work, まあ、in this film でもいいと思う。この作品に込めたメッセージについて少しお話しさせてください。I have many roles. 僕はいろんな肩書きを持っています。コメディアン、ピクチャーブックライター、フィルムディレクター、ミュージカルディレクター、歌舞伎ディレクター、芸人とか、本作家とか、映画作ってたりだとか、ミュージカルとか、歌舞伎とか作ってますって。I've been trying many things. 私はこれまでたくさんのことに挑戦してきました。Right now, I'm trying to speak in English. 今は英語のスピーチに挑戦していますって言うと大体クスってなります。これいろいろ試したんですよ、僕。いろんな、パターンを試してみたんですけど、なんていうの？この大爆笑を取りに行こうと思うと、これ結構なんで言うか、滑るじゃないですか。だってこのお笑いの感覚がちょっとわかんないから。ただこれだと、なんていうか、今英語のスピーチに挑戦していますって言うと、面白いっていうよりかは、なんか、可愛いとか頑張れみたいなね、笑いがあるんで、これ結構使います。今まで僕はすごくいろんなことに挑戦しました。今は英語のスピーチに挑戦しています。多分、これ発音の下手さとかで、挑戦していいのはもう絶対に伝わるから、これ結構使えます。あと、もう一つ足すとするのであれば、I just took a Rosetta Stone course っていうのを最後足すとちょっといいです。ロゼッタストーンっていうのは何かっていうと、まあ、外国語を学ぶ教材なんですけども、今本番前にその教材読んできましたよ、みたいなことを言うと、クスってなるんで、これ結構海外で何かスピーチをしなきゃいけないってなったら、これを試してみてください。とにかくですね、なんか海外とか外国の方の前でスピーチするときとかは、絶対その国の言葉でやった方がいいと思います。というわけで、西野さんの朝礼、今日もよろしくお願いします。